こんにちは、赤いカップの霊夢と。おやおや、青いマグカップのあいつの声が聞こえないぞ。フランなら、やだ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 、やりたくないと、ダダをこねて逃げ出した。は？そんなことが許されるとでも、じゃあマリちゃん一緒にやってください。嫌です。とまあそういうことなんで一人でやっていきますよ。見てくれてる人ももう待つのには我慢の限界でしょうから。そうですよ、何ヶ月待たせるんですか。8ヶ月ですね。待たせすぎだろ、ケツ縫いつけんぞ。実装は許さない。ということなんで一人でもクリアできそうなステージを見つけ出す。ここは絶対無理ですね。やる前から決めつけんなって。やったことあるからわかるんだよ。確かステージによってもポイントが違うから、ポイントが高いところをクリアすることをおすすめするぞ。ポイントが高いイコール難しいなのでは。ここはなんか比較的簡単だったような HP1 なんだが、いやいやそういう縛りだから。それじゃなくても鬼畜なのに HP1 とか正気の沙汰じゃねえって。え？ふざけてんの？ふざけてないです、大真面目です。え？ HP1 ってなんかせめて最後まで喋らせて。いや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 、どうした？いやいやきか？いやいやきはどう考えてもあいつだろ。首座ったばっかりだったからな。あかん坊かよ。いやいや、でも一回はクリアしたステージ。そんなこと関係ないんですよ。小島よしおかな？無理ですね、あっさり諦めやがった。え？ここは裏ステージでも何回もやってるステージじゃないかって。うるさいうるさい、誰も何も言ってませんけど。何回もやってるステージでやってるかもだけどな。そんなん関係ないんだよ。今日はたくさん出てきますね、小島よしお。うわ、おばさんのキスとか勘弁してもらえるか。全世界のおばさんを敵に回すってことでいいですね。おばさんのケツに顔を詰めたいぐらいおばさん大好きです。手のひら返しがすげえ。ちょっと近づかないでもらえま。こんなところにセンス置くなんてセンス外。お食事中の方がいらっしゃったらどうするんですか。別にクッソ寒いダジャレなんてお食事中に言ったっていいだろ。クッソ寒いダジャレのせいで発見を催しました。知らねえわ。というクレームが後を絶ちません。私のダジャレそんなに影響力ないから。いやそれにしても好きな武器が使えないのがこれほどまでにしんどいとは。どうしてこうなった。あなたが呪われてるからですね。まったくあっちでもこっちでも呪われてばっかりだぜ。さりげに他の動画の宣伝もしていく。おいおいサリーちゃんよ、今日は結婚式だってのにそんなにはしたない姿を未来の旦那さんに見られていいのかい。後ろでびっくりしてるじゃないか。もうちょっとおしとやかに。あ、まったく惜しくないですね。まあ序盤のプレイなんてみんなこんなもんですよ。ほらサリーちゃん、せっかく綺麗なウェディングドレス着てるんですか。え、筋肉デック破いた。あれサリーちゃんの中ってケンシロウだったりする。だったら太刀打ちできない。無理。もうそういうのはカットしていきましょうよ。私の勇姿をカットするだと言っちゃいますけど、クリアするまで1時間40分かかりましたから。え、予言者ってか、ここから1時間以上もかかるとか言われてないだわ。なのでカットしないと動画時間が大変なことになるんですよ。映画1本分にしてやろうぜ。こんなクソみたいなプレイで見てる人の時間を奪おうとするな。一人でも頑張ってるのに。あ、悪かった悪かった。ほら A5 ランクの肉あげるから泣きやんでねー。霜降りのお肉まったくあやすのに高くつくぜ。さ、サリーちゃん、奥で旦那さんも見てるのに求愛行動はやめてもらえるか。勘違いされるじゃないか。お前は何を焦ってるの。そういえばあなたたち、同じ手袋してますね。あ、これが匂わせってやつですか。実はあんたら陰ではそういう関係だったんですね。いや、デザインした人のあれだから。なんなら旦那も同じ手袋してるから。あ、知りたくなかったな、三角関係の事情とか。頼むから人の話を聞いてくれ。あ、やっと愛の逃避行してくれましたよ、助かった。お前に奪われまいと旦那が略奪してったんだな。旦那が略奪っておかしくない。いや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 、サリーちゃん、なんで毎回追いかけてくるんですか。もう隠さなくてもいいんだぜ、霊夢。いや、赤ん坊生まれとるやないかーい。え、サリーちゃんいつの間に。てかお前はサリーちゃんに付きまとうストーカーってことか。は？心配なんですけど。だから一生懸命赤ん坊と対峙しようとしてるってわけだ。嫌にしたって哺乳瓶上から。サリーちゃんちゃんとしつけして。さあ、一回ここまで来たからといってすぐここに戻ってこられるわけではありません。なんとあれから8回も被弾して今13回目の挑戦になります。なんで私がストーカー扱いされて攻撃されなきゃならんのだ。ここは赤ん坊を味方につけるためにもシャボン攻撃でいきましょう。哺乳瓶を上から投げる赤ん坊ですよ。そんなシャボン玉になんて興味ありませんって。昨今の赤ん坊は赤ん坊らしくしろ。あとおもちゃも上から落とすな。危ないだろ旦那。おどおどしてないでこの状況なんとかしてくれや。全く役に立ちそうにないですね旦那は。全くどうしてこんなじゃじゃ馬娘になったんだか。いやそれなら娘が哺乳瓶を投げるのにも納得。狭い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 。おばさんの壁ドンとか興味ないから。頼むから旦那とよろしくやっててくれ。同じ手袋履いて匂わせたのが良くなかったのか。私はもともと履いてるんだよ。ふ、サリーちゃんもこれで諦めてくれるだろうか。諦めてくれるわけがないですね。しかも何？悪魔となって現れたってこと？天使なのか悪魔なのか、いずれにしてももう人間ではないですね。そこまでして追いかけてくるなんて執着すごすぎない？おー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 、サリーちゃんそろそろ諦めて。さあ15回目の挑戦で再びここに戻ってまいりました。雷を落とされる前に倒しちまおう。どうだ、急所に攻撃だ。霊夢さん最低な攻撃方法です。うわあ、ビッグウェーブだー。え、ちょっと待てこれどうやって避けんのよ。無理ぽー。この波はジャンプとかで避けられるものではないみたいですね。え、じゃあ一人じゃクリアは絶望的なのでは。絶望的のままなんと挑戦回数46回、未だにビッグウェーブの波に飲まれ続けています。もうね、波が来ないことを祈るばかりですよ。霊夢さんついに実力ではなく運に身を任せた。うわあ、やっぱり来たー。そうだ、あれがあるじゃないか。はい、無敵です。勝ちました。あ、もう必殺技の存在とか忘れてたわ。はい、余裕、もう余裕、勝ち確定。雷嫌い。いや、でもクリアは見えてきたのでは。はい、もう勝ちは目前です。ビッグウェーブが1回だけなら無敵で回避。2回目出てきた時は出てこないことを祈りましょう。結局運任せなんですね。こんなものは実力より運がいい方が勝つのです。そういう発言はやめてください。
おいちょっと待て、あの波動かしてるのフラン説出てきたんだが、同じ靴履いてるじゃねえか。いやいやフランは今日波のバイトなんて言ってないで、だだこねてただけです。はいどいてどいてー。おい、今なんか似たような声したぞ。そんなことないですよ、あんな声どこにでもいますから。いやあんな使い声普通いねえだろ。いやでもそんなことにかまってる余裕すら今はない。早く、急所攻撃し、また雷かよ。いやまだ雷なら避けられる可能性がある。だがここでビッグウェーブが来たらもう私はおしまいだ。え、また行きます。あはいはいわかりました。おい、今なんか裏で打ち合わせしてた。倒したー。いや倒したんだから波変えれよ。はいちょっとどいてどいてー。マジでやめてくれないか。あ惜しかった。残念。残念じゃねえんだよ。ということで波に悩まされること挑戦79回目。なふうってそういう面白いこと言ってる場合じゃなくて。大丈夫です、霊夢さん面白くなかったんで。そういうこと言うな、仲間なのにメンタル傷つけてくんな。でも私思ったんですよ、このままじゃ波が2回来たら絶対に勝てないと。そこは波が1回しか来ないように祈るんじゃなかったでしたっけ。もう運に頼るのはやめました。さっきと言ってることがちげえ。もう背に腹は変えられない。おばさんのキッスも受け止めていこうと思います。それに何の意味があるんですか。なんとこのおばさんのキッス2回受け止めると HP が1増えるんです。そういう仕様あるなら早く使ってくださいよ。何だったんですか今までの78回は。無駄なのではない、挑戦して無駄になることなんてないのだ。なぜならこの行為があったからこそ、パリすると HP が増えるってことを思い出させてくれたんだからな。事前に調べておけば、というのは今は言うのはやめておこう。しっかり聞こえてるけどな。だがこれで HP は2、これなら波が2回来ても大丈夫ってわけだ。おおおおおお、どうだ、参っただろ。裏で波のバイトしてるフランもきっと参ってるだろ。いやいやフランが波のバイトしてるって決まったわけじゃないですから。十中八九あいつの声だったけどな。あ、はい。次行きます。ほら、これ一回出るたびに3000円くれるんですよね。おい、そのバイトそんなに待遇いいのかよ。私に代われ。はいはい、ビッグウェーブのお通りだよー。期間、そんなもの期間は、しかも残り HP は2勝った。私勝ったわ。フランがダダをこねて一人でカップヘッドをやるってなった時は無理だって思った。一人でなんて絶対にクリアは不可能だって決めつけてた。でも、頑張れば、79回も頑張れば、無理なんてことないんだなって思った。気づかせてくれてありがとう。いやー、これでもう1万2000円くらい稼いだか。おっふ、おい、今いい感じの演出の時にバイト代の生々しい話しながら出てくんなや。だがこれで波はもう2回出てきた。さすがにもう3回目は出てこないだろ。私まだいけます。行かせてください。いや来なくていいんだって。何あいつ直談判してんだよ。何やる気見せてんだよ。そりゃ報酬がうまうまですから。やっぱりフランがバイトしてたんせっかくいいところまで行ったのに。いや私思ったんですけど、今度は何 ?85 回やって気づいたんです。85回目で気づいたんだね。すごく時間かかったね。で、何に気づいたんだ。ちょ、説明したいのに雷が邪魔してくる。あの星、実は取っておくんです。は、そうなんだ。でビッグウェーブが来た時に無敵を使う。ああ、はっはっはっは。おい、あそこで放置されてる星は何だったのよ。しかも波に飲まれてったじゃねえか。最初はパリー2回で HP1 増えますが、次また増やすとなると追加でパリー4回しないと HP は増えないんですよね。つまりここのステージで HP を3にするのは難しいというわけなんですよ。なので、あれは別の使い方をします。ビッグウェーブを避けるためにな。おー、マジ?マジか。え?被弾させないとバイト代募集。いやいやそれはブラックすぎますって。ふっふっふ、裏方もさぞ合わせてるだろうね。いや募集は勘弁してくださいって。ここまで被弾なし。これはいけるぞレイム。ここでカーテンコール。ここでの失敗は許されないのだ。武器も、まあ悪くない。うまいこと反射して当たってくれている。まあ一番いいのはブーメランドはっぽい。え?もあと一回被弾したら終わり。終わりですね。HP2 の時はやたら気持ちに余裕があったのに、HP1 になった。はいまた戻し作業をお願いします。もうこれクリアでいいだろ。そうしてキリオキ90回目のチャレンジです。おめでとうございます。おめでたくはないんだわ。数を重ねれば重ねるほどおめでたくないんだわ。10年の誕生日かな。10年の誕生日とカップヘッドの死亡回数をかけまして、その心はどちらも数を重ねたくないでしょう。でそんなことどうでもいいんだわ。お前が言い出したんだろうが。だが被弾はまだなし。しかも武器はブーメラン。こんな整った状態での戦いはもうできないかもしれない。いい感じです。霊夢さん100回という大台に乗ってほしい気持ちもありますが、君は敵なのかい。もうなんならこのまま倒しちゃいましょう。もちろんそのつもりだ。やったー、一人でも勝てた。頑張ればできるもんなんですね。これでポイントがおそらく7溜まったはずなので、残りは9ポイントですね。は?マジ言ってんの?まあ時間はかかるかもしれませんが挑戦し続けます。長い目で見てやってください。それでは今回はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。